皆さんこんばんは。司会の猫です。お客様の中から、一人ステージに上がっていただいて、ゲームをします。3分の1の確率で豪華賞品が当たります。もしかして3分の1の確率が、2倍になるかもしれませんよ。ではステージに上がっていただくのは、うさぎさんです。うさぎさん、ようこそ。この3つのドアのどれかに、豪華な商品が隠してあります。よし、真ん中でお願いします。真ん中でよろしいですね。一つサービスです。右側を開けます。右は外れでした。ということは、左か真ん中にあるわけですが、もしウサギさんが答えを、真ん中から左に変えると、当たる確率が2倍になりますよ。最初真ん中のドアを選んだ時は、確率3分の1でした。でも今は3分の2だから、2倍になったのです。それなんかおかしいよ。最初は選択肢が3つだから3分の1。今は2つから選択だから2分の1、じゃないの？ほら客席からも大ブーイングですよ。はい、ご視聴ありがとうございます。これは、米国で話題になったモンティホール問題です、3つのドアのうち商品があるのは1つ、確率は3分の1、1つのドアに可能性がなくなれば残りの2つで確率は2分の1になる。どちらを取っても確率は2分の1、2分の1で同じ。これが、うさぎさんをはじめ多くの人が考える、反論だと思います。では、本当はどうなのか、細かく、検討していきたいと思います。はい、それでは、猫さんが商品を中のドアの、向こう側に置くとします。真ん中のドアですね。もう商品は真ん中にあると思ってください。うさぎさんが、ドアを選びます。まず左側を選んだとします。左側にうーって書いてありますね。で、猫さんが右側を開けて、右側はダメでしたと。ここで選択肢は、左と中の2つになりました。まず、変更した場合、左から中に変更すると商品をゲット。そのままにした場合、変更しなかった場合は手に入りません。次はうさぎさんが最初中を選んだとします。猫さんは右かもしくは左を開けます。変更した場合、中を右もしくは左にした場合はアウトです。そのままにした場合は商品ゲットです。最後に
うさぎさんが右を選んだとします。猫さんは左側を開けます。うさぎさんが変更した場合は、商品をゲットすることができます。そのままにした場合はアウトです。まとめます。総合的に見ると、最初のドアの選択を、変えた方がそのままにするよりも確率が2倍になることが分かりました。では別の見方をします。うさぎさんが右を選んだ場合、その確率は3分の1で、左と中は3分の2となります。左のドアを開けると左の可能性はなくなりますから、3分の2は丸々中にかかってきます。ですから右2分の1、中2分の1ではなく、右3分の1、中3分の2となり、最初の選択を変えた方が確率は倍になります。なかなか直感的には分かりにくいですが、確かにこうやって検討してみると確率が倍になることが分かります。うさぎさん、理解してもらえましたでしょうか。それでは皆さん、さようなら。ご視聴ありがとうございました。